皆さんこんにちは。今回は経験値補填がマジでエグいっていう話をします。メンテナンスが明けて経験値補填っていうのが来たんですよ。少し前に新規プレイヤー向けにゲームバランス調整っていうのがあって、で第8層以降のメインクエストの報酬経験値が増加して、で後日差分をね配布するっていう予定だったんですよ、経験値クリスタルとして。でサブクエストもねものすごく経験値ね報酬のが上がってっていうのがあったんですけど、今回のメンテナンスで本当に差分を配布してくれたんですよ。でその情報修正で上がった分って、その差分前計算してみたんですけど22億ぐらいだったんですよ。でこれ補填されたやつ今アイテムボックスに入ってるんですよ。これプレゼントボックスで受け取って俺228個もらいました。この経験値クリスタル特大1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、1個1000万もらえるんですよ。これ228個だから1000万の次億だから22億8000万分もらいました。これしかもこれタップして分かる通り使用期限がないんですよ。これ自分の所持してるやつこれタップしてみても使用期限みたいなのがなくて、で今こういうやつ使うっていうところを押すと、まあこれ最大レベルって俺カンストしてるから出ちゃってるんですけど、あの使う数分ね選択して一気にね使うことができるんで、まあいっぱいあってもねこれ使い切るの大変じゃないかって思う人もいるかもしれないですけど、今ね大丈夫なんで。でさらにサブクエスト経験値2倍キャンペーンですね、サブクエストの報酬経験値が2倍になるキャンペーンが始まって、これも本当にやばすぎて、で例えば今一番上の階層56層でもこれ1個クリアするだけで841万ももらえてしまうんですよ。こっちに関してはもう985万ですよ、1回クリアするだけで。これ移動してみますと、まあ、このサブクエ案内人の前に来て、でまあ、ちょっと受けるじゃないですか。でメニュークエスト受注クエストって進んで、でこの旅先での思い出の味ってやつ、これ985万経験値、これケイブカピーバーってやつね、何体か倒してこの肉を60個集めるだけでこれもう1000万近くもらえてしまうというやばいキャンペーンやってて、 IF 力入れすぎじゃねみたいな、マジでやばすぎる。これ91層でも854万とか816万734万918万、やべえ。これ85層だとちょっと低くなるんだね、618万の758、660、まあこれは探し物のサブクエストなのでちょっと低いですけど、まあ、81層でもねこれくらいもらえてしまって、で75層でも740、720とかもう結構もらえてしまうんだなーって思いました。やばいね。まあ61層でもね、まあ61層だと500万とか600万になっちゃうんか、まあでもねこれ47層がクソ達成早いって言われてるんですけど、まあこれ668万、今俺受けてるのか、これ383万、これマジで達成早いのね、383万。いやーでもやっぱあれだね、この56層の周回ができちゃう人、これ1回達成で800、900万いっちゃうからほんとエグすぎて、で今レベルカンストしてる人はね、まあ俺もカンストしてるんだけど、レベルが上がんないから新規プレイヤーね、あのレベルね追いつきたいっていう人は今のうちにね一気にねいっちゃいましょう。もうほんとずーっとやってたらねカンストもね夢じゃないと思います。いやこんなレベル早く上がるようにして大丈夫なん？まあレベルのゲームじゃないからいいんだけど、なんか SAOVS とか出たけどこっちばっかめちゃくちゃ力入れてるように見えるの気のせい俺気のせいかな、なんかちょっと心配になる。まあ俺が心配することじゃないんだろうけど、まああとはねメンテ情報他にもね見ていこうかと思うんですけど、このワルキューレオーダーってやつマジでやばい。これもまあなんか珍しくキャラの髪の色が違くなってるイラストなんですけど、特にこれですね、ダーミスのオノモットが来ました。待ちに待った、やばすぎんかまあでもステップ3までで新星4じゃないから確定が、まあ、かなり当てるのきついと思うんですけど、まあちょっとステップ3の、ね、確定枠の提供割合一応確認してみようかな。
8.125 だな。ちょっとこれも爆死しそうで怖いな。いやーでも引くしかないよな、カオス175やりたい人は。いやーきついな。でも俺の爆死動画を待っているのか。でね、アクセルスキル、アクセルアビリティですね、1枚増えましたね。スタン耐性が 70% 上昇するので、まあ、俺タンクすごいやりたいっていう人間なんで、まあ、これがねすごくいいですね。あとは突性の強化ですね。突性のバフデバフの槍と突性の弓でモッドですね。なんかやったら生属性を押してきてるのが気になるんですけど、56層のクリア報酬がこれだったんですけど、これダーヤミ属性なんですよ。だから次の階層のボスの弱点がダーヤミになるかもしれないんですけど、やったら生属性押してるのがめちゃくちゃ気になる。もうなんかちょっと前から生属性やたら押してきてんのがもう気になって気になってしょうがない。でやっぱりこういう当てづらいオーダーほどいいやつ入ってくるんで、まあどっちにしてもダーミスのオノモッド入ってる時点で引きですね。まあ他のオーダー引くとしたらもうこれくらいだけど、まあ歴戦持ってないならこれ引くかなっていう感じですけど、まあこれもねクラインが確定っていうだけで、まあこのね確定枠どれか出るんですけど、これのうち。ただこの力強い運搬クラインが入ってるので、これが2番目に引きですかね。こちら霧雨さんの SAOIF スキルレコードまとめっていうサイトなんですけど、これほんと便利でいつも使わせてもらってます。ありがとうございます。この動画でね使用する許可をいただいてるんで。でこの力強い運搬クライン、五兵再利っていうアビリティ効果、これが突属性で攻撃時に攻撃力が800上昇、これ限界突破最大までした時なんですけど、これが強くてっていうのもあって、まあ、これが2番目に引くのいいのかなって思います。あと力のくぐつしクラインですね。これダー性属性なんですけど、まあ、91層フロアボスに使えるんで攻撃モーションめっちゃ遅いんですけど、クラインバースデーは結構いいのかなって思います。始めたての人はそれ以外のオーダーはちょっとおすすめはしません。まあ、アクセルオーダーね、これ5周年でアクセルスキル出たんで、まあ、アクセル強そうって思う人もいるかもしれないですけど、これ結構上級者向けのスキルだと思ってて、まあ、なんかバフとかねいろいろかけるので、あのいろいろスキル持ってて上手い人が、まあ、活かせるようなスキルっていう感じがします、今のところは。あとは復刻開催のイベントが4つくらい来て、でこのニコラス討伐戦っていうのが来たんですよ。廃墟者ニコラスでいいのかな。アニメ SAO でも確か出てきた気がするんですけど、サチが亡くなった後のやつだっけ、あのキリトが倒しに行ったやつかな、サチ生き返らせるために。まあでもな、サチな、アニメだとちょっとねもう結構早い段階で亡くなられてしまったんですけど、このゲームだとずっと生きてますからね。まあこれなんか、まあ、交換アイテムにメモリア小石小とか入ってるんで、まあ多分アクセルスキル出したから、まあ、アクセルスキルどんどん使ってほしいっていうので、まあ、メモリア小石がね少しでも手に入りやすい環境にしたいみたいなことは言ってたんで、あの公式生放送で言われてたんで、まあ、それの影響なのかなっていうのは、影響というかそういう風にしてんのかなってなんとなく思いました。いやーそれにしてもマジで神ゲー、本当に補填してくれると思わなかった。22億だよ、やばくね。で最後にちょっと運営に媚び打っときます。今ね SAO の映画プログレッシブ暗き夕闇のスケルツォっていうのが公開中なんで、ぜひねこの映画見に行ってみてくださいと言いつつ俺まだ見てないんですけど。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。